皆さんこんにちは、アイです。レモンビネガーを作ってから2週間経ったのでちょっと見せようと思います。色がもうこんなに綺麗に出ました。でこれは私家の掃除とか、あとサワードレッシング作ったり、あと髪のコンディショナーに使います。こっちはねまだ2日しか経ってないから色が全然出てないんですけど、レモンの皮だけで私はいつも作ります。こんな感じで、これはラベンダービネガーで2日ラベンダー乾燥ラベンダーつけただけでこんなに色が綺麗に出ました。わかるかな、すごいピンク色で可愛い色です。これはベニシアさんっていうNHK の番組で私が好きなハーブ研究家の方が作っていたので真似して作りました。これは私の髪のリンスに使います。洗面器にお湯を張って適当にお酢ラベンダービネガー入れて、その後頭をこう頭ごとつけてしばらく髪になじませると髪がサラサラになります。ですごくいい香りです。レモンビネガーもどっちもヘアリンスに使います。でお酢リンスのメリットは本当に背中にニキビとか顔にニキビができやすい、特に10代20代の子とかはコンディショナーとかリンスがニキビの原因になっていることがすごく多いんですね。洗い流してもやっぱり流しきれない分があったりして耳の後ろとかも残りやすいし、でもお酢リンスなら流す手間も省けるし環境にも優しいし、あとニキビとか肌荒れの原因にもなりません。なので私はもう本当に石鹸で全身洗って適当にヘアリンスはもうこのお酢リンスとか、あとクエン酸をこれぐらいの 330ml ぐらいの容器にクエン酸小さじ1入れといて、で使う直前にお湯を入れて薄めてそれを頭からかけるだけです。基本ですね、重曹シャンプーとかお酢リンスしたい人は1リットルのペットボトルに大さじ1の重曹とか大さじ1のクエン酸って覚えとけば簡単です。で初めから薄めて置いておくんじゃなくて、もう粉の状態のクエン酸とか重曹をなんかこういうちっちゃい容器に入れておいて使う直前に薄めて頭からかけるっていうのが一番楽です。もしくはお酢リンスはその洗面器にちょっとしんどいんですけど、ヨガでいううさぎのポーズっていう頭をこう突っ込む洗面器に頭を突っ込んでお酢リンス髪の毛を浸してお酢リンスするっていうのがおすすめです。で掃除で使うときは私は使う直前に薄めてスプレーして床を磨きます。フローリング掃除におすすめです。でペット飼ってる人はラベンダーは猫とか犬によくないのでラベンダービネガーはちょっと掃除に使えません。でも普通のこういう白いお酢とかあとレモンビネガーとかは普通に掃除に使って大丈夫です。 Thank you for watching。作ってみてね。ローズマリーとか、あとカレンデュラ。カレンデュラってなんて言うんだろう、日本語で。黄色い花、カレンデュラとか、あとローズマリー、ラベンダーとか、好きなハーブで、そういうフレーバービネガーを作ってみるのも、いろいろ香りとか味が違うので、色も楽しめて、環境にもいいので、ぜひやってみてください。バイバーイ。